こんにちは。こんにちは、ブログ集客アドバイザーの上川です。YouTube 集客アドバイザーの大島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい。まあ、今回の動画では、まあ、上川先生が、まあ、なぜ、アメーバブログの集客をのコンサルタントを始めたのか、そもそもアメーバ集客のノウハウは、まあ、どのようにして構築されたのかっていう部分をちょっと詳しくお話を聞きたいなと思っております。上川さん、お願いします。よろしくお願いします。そうですね、そもそも僕がそのアメブロの今のこのアドバイザーということの やるきっかけなんですけども、はい、結論から言うと全くやるつもりなかったです。あ、なぜかというと、はい、ここをやりたくて目指したわけじゃないからです。単純に。でその実はまあ、大島さんもご存知で、私パチンコ業界になって店長もやってて、14年近くやってて、リアル店舗を経験したんですよね。でその時にやっぱりほら、いろんなチラシを考えたりとか、メールマガジンを発行したりとか、企画考えたりやったわけですね、イベントの名前で。その時のノウハウっていうのが、まあ、もちろん今すごく生きてるんですけど、それから、まあ、この仕事はもうちょっと体力的にも年取ったら難しいなっていうことで、まあ、ある時辞めて、で、まあ、独立開業したんですけども、ネットの方で。でその時って時間はあるじゃないですか暇だから独立です、はい、売り上げもないし、はい、だから何にしてたかというと、僕はひたすらその時オークションで不良品とお金にやったりとか、あとメールマガとブログですよね。当時はまだアメブロってまだなかったっていうか、認知度もなかったし、どうしてもライムドアとか、楽天日記とかね、あとシーサーブログとか、はい、っていう時代だったんですよね。でそれで、まあ、アフィリエイト的なこともねひたすらやって、まあ、小遣い稼ぎをしてたっていうことをやってたんですね。で意外とやってみたら、なんか文章を書くの結構意外と、国語は苦手だけど意外と苦手ではないなって気づいたんですね、自分でやっていくうちに。で書いていくうちにだんだん補足のコメントがついたりとか、なんかメルマガだったらこう返信が来たりとかするとテンション上がるじゃないですか。でそれでなんかどんどんハマっていって、で書くことがもうなんか習慣化しちゃったんですね、気がついたら。でそれでやってるうちに、まあ、メルマガブログっていうのをひたすらやってたので、やっぱりその周りからね、そのうち上川さんってブログとか結構やってるよねみたいなこと言われて、はい、あそうだよ、よかったら今度ちょっと教えてくれへん、うん、って感じの声がいくつか近々出てき始めたんですよ。で、あそうなんだ、みんなこういうとこを知りたいんだとか思いながら、やっていくうちに、僕のその知人がちょっとリアル店舗の方で、このサロンさんで僕の知人が今度オープンするんだけど、ちょっと集客できないって困ってるから、ネットのこと全く分かんないから、一回上川さんちょっとブログ見てあげてよってやったのがきっかけなんですよ、実は。ああ、なるほど。アメブロの高橋さんの、そもそも普通になんか知人の手伝いを、おっしゃる通りです、はい、軽くやり始めた。そうなんですよ、はい。でそれで僕もそのリアル店舗のっていうのは成果出したことなかったんで、よし、じゃあ試してものをやってみようと、はい、でアドバイスして、自分なりに独学でいろんなことを調べたり学んだりしながら、やっていって教えていくうちに、どうですかね、多分早かったですね、2ヶ月経たないうちにブログから取れたんですよ、新規の方が、はい、おやったと思って、もちろんその女性のサロンさんも喜んだし、僕もめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。リアル店舗で初めてそのたった一人だけど実績が出たと。でそれでやってたら、その紹介してくれたその仲介にいた僕の知人なんですけど、上川さんせっかくなんでアメブロアドバイザーって名乗ってやっちゃったみたいな感じ でノリでやっちゃってこうなっちゃったみたいな感じで、本当真面目な話じゃない、うん、真剣にここをもしかしたら目指されてる方がいるかもわからないんで、ちょっとなんかすごく申し訳ない気持ちがあるんですけど僕の場合本当に正直に言うと、もうそれなんですよね。なんかなるつもりなかったのに、なんか流れで気が付いたらこんな今日みたいになっていたみたいな、そんな勢いですよね。はい、そこからじゃあもう2点3点して、はい、どんどんそっちの事業をやっていって、はい、そうですね、実績をこう、そうですね、おっしゃる通りで、やっていくうちになんかすごくなんか面白くなってきて、自分でもなんか喜ばれるしね、結果出るとめちゃめちゃいいじゃんと思ってでやっぱ喜ばれる仕事ってしたいじゃないですか。そうですね、昔のね、僕のパチンコ店長だって文句しか言わない仕事だったんで、
ボケカさんも金返せって言われたんですね。もうそんなんやってても鬱になりかけたぐらいなんで、なんでこんな仕事って、こんなちょっと教えてくれたらありがとうございますと言われて天国だなと思いましたね、大島さん。僕はなるほど、はい、それがきっかけです。そうですね。でそれとおかげで、まあ、そこからクライアントさんとか紹介とか、いろんな自分でネットお客さんを新規取ったりとか、いろんなことしながら、まあ、そこからセミナーっていうところにたどり着いて、でセミナーをこうやっていくうちに、やっぱりこう受けたいとかコンサル受けたいっていう方もやっぱ増えてきてるので、おかげさんに今いろんな業種をコンサルさせていただいてます。はい、ちなみに業種はどんな感じですか？やっぱりサロン系が多いですけども、基本あの僕の場合は女性の起業家の方が多いですね。あの切り口をそういうふうな形で出しているので、やはりまあサロンさん、それからセラピストさん、カウンセラーの方、まあ、あの過去にはセミナー講師の女性の方であったりとか、マナー講師の方とかもいらっしゃいます。それからあと整体ですよね、整体とか、あとはもう業者保管からあの税理士の資料、資料とか、あと歯科医、歯医者とかね、本当バラバラですけども、まあ、大体今、9割近くは女性のブランドさんばかりですね。はい、ですね。はい、うん、でその中でも、まあ、その飛び抜けてやっぱ実績出してる所長がやっぱ何人もいらっしゃるので、例えばネイルサロンだと、もうあの自宅で1人やっても月収を月賞っていう売り上げが、ね、月収が120万超えたとかね、あのいきなりあのブログのホームページでアドバイス入れたら30人取っちゃったとかね、まあ、いろんなそういうすごい事例っていう、あの成果というか実績が一応出してきてますし、でこれからもどんどんそういう実績を増やしていきたいなと思っているところです。はい、今セミナーはどこでやっていらっしゃる、はい、セミナーはですね、まあ、あのもう見えなくて今、はい、事務所がね、まあ、やっぱり近い名古屋が名古屋、そしてあと年に何回かまで大阪で、あとはまあその東京ね、大島先生と一緒にコラボという形で、はい、横には名古屋と大阪でも、ね、はい、そうですね。で過去だとやっぱ岡山でやったりとか呼ばれてやったっていうのも何回かあります。はい、そういうところですね。はい、で逆にその大島先生がそのなんていうんですかね、その僕は彼の経歴上聞いてもちろん知ってるんで、まあ、彼もねいろんな、飲食店の店長やったりとかね、本当経歴結構僕と似てるんですけども、 そうですね、はい、でそれからなんかネットの会社のインターネットの IT の会社に入られてサラリーマンされてて、で独立開業されたじゃないですか。そうですね。でその今の独立開業する今のこの IT ネットの世界を、どういうきっかけで今の流れになったんですかね。そもそもその飲食店とかそういった畑違いのところにいらっしゃったんですか。あ、そうですね、はい、まあ、最初は本当、まあ、和食、はい、築地で和食をやっていて、うん、でまあ、その後六本木にフレンチをやって、うん、でその後結構ラーメン屋さんをやったっていう感じなんですけど、でもラーメン屋さんの時に、うん、まあ、ラーメン屋店長を、うん、まあ、上川先生と同じく、うん、まあ、店長をやってて、まあ、そうですね、あの、はい、親配りとか、はい、あのリアルの戦術を、ね、リピーター戦略とか、はい、で道路に出てなんかこう、はい、リラックバリながら大きい声で叫んだりとか、はい、してたんですね。でもその時から、まあ、ネットでの集客っていうもの、うん、まあ、あとは、まあ、ネットでの、うん、まあ、その最初僕も入り口はアフィリエイトとか、うん、そっちの方だったので、うん、まあ、それで独立したいなと思って、うん、思い始めまして、でかなり勉強し始めたんですけども、そうですね、実際ラーメン屋さんの時に、まあ、拘束時間がめちゃくちゃ長かったんで、うんうん、僕と一緒です。そうです。いや本当に12時間16時間ぐらいあったんで、もうあの勉強する暇もなかった。そうですよね、うん、だから並行してあの勉強するっていうのが不可能だったので、うん、もうやめるしかないと思って、なるほど、でまあ、結構給料良かったんですけども、うん、まあ、思い切ってやめて、で、ね、うん、でまあ、あのまあ、そすぐね、あの稼げる、うん、わけもないので、うん、なのでその IT の、うん、あのベンチャー企業でアルバイトをしながら、うん、なまあ、パソコンこれだったので、信じられないですよね、今畑違いが本当に言ったんで、今見たら誰も信用しないですよね、本当そうなんですけど、本当にこれだったんで、なんでまあ、職場で練習ができて、うん、家で技術的なことを、うん、マーケティングを学んで、勉強できて、一番効率いいなと思って、お金ももらえる、お金もらえる、給料もだからもうね、もうネットまみれになろうと思って、ネットまみれになって、うん、で10ヶ月ぐらいですね、うん、で、独立をして、うん、でちょうどその時ぐらいに上川先生と出会ったっていう、うん、そうでしたよね、ですよね、はい、でまあ、それで
まあ、しばらくはまあアフィリエイト系と、うん、あとは物販とか、うん、あとはまあそっちの方をね、うん、やってたんですけども、うん、まあ、ある日、うん、YouTube のノウハウを学んで、うん、で僕そこでアフィリエイト報酬が月50万ぐらいかいったんですよ、うん、YouTube すごいなと思って、うん、でそこで本当上川先生と重複するんですけども、うん、でね、まあ、ノリで、うん、あの僕の、髪美容院ですね、メイクを切ってもらって美容院さんの動画を YouTube で撮ってあげて編集して作ってあげて、でまあその SEO っていう対策をしてやってみたら、まあ、1ページ目に来て、まあ、今2ページ3ページ目ぐらいになっちゃってるんですけど、まあ、それで1ページ目に来て、でこれってすごくないって話になったんですよ。で、ね、ホームページとか作ってブログとか作っても勝てなかったら、店だったのに、いきなり YouTube でパッて抜いちゃって、抜いちゃってたんで、これすごいなって思ってから、うん、あこれ YouTube もっと、うん、あの実店舗の方、リアル店舗の方に、うん、まあ、実際アフィリエイト系だとライバルが多いんで、うん、結構上位表示難しいんですけど、リアル店舗でやってるってまだ全然いないじゃないですか、うんうんうん、これはすごいお役に立てるんじゃないかなるほどと思って始めたの。なるほどですね、それはもうそもそもきっかけです。なるほど。なるほどですね。はい、で、その、なんか結構最近もいろんな事例とか実績があったんですけど、主になんかこう、動画を使ってこういうので、実績がもしあれば。あの最近一番すごかったのが、まあその、まあ、個人の、結構あのサロンさんとかじゃないんですけど、まあ、もうちょっと大きな、まあ、企業さん、まあ、法人の会社さんに、まあ、コンサルティングをやったんですけども、3日で1位にすごい、ね、はい、なりました、まあ、特定のキーワードで。なるほどね。それがキーワード言えないよね、さすがにね。それが3つぐらい秘密だからね、はい、それが3つぐらいですかね、はい、3つ上げて、2つ1位と3位。あ、すごいね。でもあの再生回数もね、うん、3日で、うん、200、300。あ、すごいね。でまあ、多分そのままね、継続していれば、うんうん、そうだよね、もう数千いくよ、ね、はい、すぐいくんで、でまあ、ずっと上位表示にいれば、うんうん、いるっていうような状況を作れたんで、ね、まあ、これもやっぱり、うん、ホームページだとね、なかなかね、はい、そう、よっぽどやらないと、そんな、たった3日や1週間で、ありえないですから、1日で1位はありえないですよね。あ、すごいね、1日って何しても無理ですよ、無理だよね、YouTube しかできない、うん、すごいね。すごいなって本当に。なるほどね。でやっぱりね、そのまあ僕もそうだけど、まあ、大島さんもね、やっぱりその YouTube っていうのは今すごく今旬のやつをうまく活用して、今ノウハウも構築されてる方なので、まあ僕も思いもそうなんですけど、やっぱりその僕たちアメログと YouTube を活用したミックスした集客っていうのをね、本当にこうこの動画を見てる方々に一、はい、人でも多くの方に伝えたいし、で実際本当に僕たちに会いに来てほしいですよね。そうですね、うん、まあ、セミナーでこの、まあ、動画じゃなかなか伝えきれないこの熱い思いというのが、うん、ありますし、うん、まあ、セミナーではその詳しいこともすごい喋りますので、うん、ぜひ来ていただきたい。で結構僕たちサービス精神2人と大勢なんで喋っちゃうんですよね。そうですね、なんか予定外のこととかね、ボロボロとで酒入ったらもっと喋っちゃうんで。あと最近すごい思うんですけど、やっぱり2人ともそのリアル店舗の卒業なんで、うん、そうですね、やっぱりリアル店舗で苦しんでる人たちが目の前にいるとテンション上がっちゃうというか、そうですね、なんか上がっちゃうって言ったらおかしいですけど、共感するのが非常に多いから、うん、で大体どこでつまずいてるかは大体分かるんですよね、うん、自分たちがこう大島さんも僕も経験してるので、大体もうね、もう集客、要は売り上げですよね、集客イコール売り上げから従業員の問題なんですね、ほんであとはその将来的なその会社の仕組みですね、仕組みの作り方、もう大体この3つなんですよね、悩むとこっていうのは。で僕たちはそれ、大島さんも僕もリアル店舗実際店長でね、長年ずっと経験してるから分かるんですよね、ただね、そうですね、それは本当に、うん、だからそこがネット系だけでやってきてるコンサルと、まあ実際リアル系だと思いますね、はい、なら逆にその辺のちょっと相談とか声が僕たちに来ているのかなっていうのも、まあ、最後にちょっと思うんですけど。ああ、確かに、はい、うん、ですね。じゃあまあ本当にちょっと、まあ、僕上川と、まあ、YouTube のプロの大島さんの2人の、まあ、経歴事例
それから実績ですね、はい、で最後にこう2人の熱い思いを少しばかり伝わっていただけたらなというふうに思っているので、はい、ぜひ本当にね、僕たちはもう本当に嘘を偽りなしにもう思いのままセミナーでも喋っていきたいなと思っていますので、はい、ぜひですね、アメアドと YouTube を使って活用して集客したいなと思っている方はぜひ僕たちに会いに来てください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。